あれ、7番街スラムへ抜けるゲート。閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない？いや、そんな時間は。クラウド、こっち。早く。はあ、昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。ああ。そっか。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。大丈夫？綺麗。え？瞳。ああ。魔法を浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。よし。ここ。うん？ちょっと待ってて。隠し通路、7番街スラムまで繋がってるの。じゃあどうぞ。帰りは大丈夫なのか？大丈夫じゃないって言ったら？家まで送ろう。それって変じゃない？大丈夫。実はもっと安全な近道があったりして。それじゃあもう行く？クラウド、よかった、無事だったんだ。
うなってる。事情は後で説明するね。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。でもこっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ。わかった。はい、よよ。ダメ、ティファが最優先。ティファはそのあたりの男よりずっと強い。コルネオは蛇みたいな男。どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうの。ティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ね。クラウド、大切な人でしょ。助けてあげなくちゃ。急いで追いかけよう。いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なん？なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから。兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティラちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。どういった快楽をお求めですか？よっ、そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったり二人なお部屋をご用意してますよ。失せろ。
ごめんね、急いでるから。ご利用の際はお声掛けください。わかる、危ないのは怪しい人間が集まってる場所だ。まさにここだろう。息子のジョニーをボールマーケットで見たという噂を聞きましてね、旅立つあいつに愛用の枕を届けに来たんですよ。息子のことは信じています。だが雄大な精神は健やかな肉体に宿る。そして健やかな肉体を育むのは良い睡眠ですからな。妻は7番街に置いてきました。この町は妻には刺激が強すぎる店だらけですからね。いやいや、あくまで聞いた話ですよ、あくまで。ねえ、早く見てもらおう。財布落としちまった。そう、バッテリーアイス。どうぞ、あつまる。ここはソフトアイスコースを見に来た。今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが、とろっとろ。とにかくスープの。あ、ママが。最近店の方はどうだ。着きました。ああ、入るべきか、入らざるべきか。俺ってこんな時文学的になっちゃうんだよな。わかるか、この感じだろうな。そうだろうよ、文学って顔じゃないもんな。その純朴な顔つきは体を動かしてなんぼ。やるせないモヤモヤは運動で解消って世界の住人。あ、なんだ、質問か。ティファを見なかったか。ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか。なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか。街を出ないでジョニーってよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何。気にするな、知らなくてもいい。始めましょう、トロトロに甘い夜を。申し訳ございません、ただいま準備中でございます。あんたはリーフハウスの。ちょっと、何でも屋さん。この町で人の素性を探るのはご法度ですよ。ここで何をしている。あ、実は私、子供の頃からダンサーになるのが夢で、夜はここで踊ってるんです。子供たちには内緒にしてくださいね。一流のダンサーになるために今は修行中です。出禁の客も多い、よく見張っておかないと。君だってハニーボーイが目当てだろ。ここはな、これでも店だ。ぼちぼちですよ。花束のお届けってお願いできる。グラードさん、研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。バトルマリア。もういい、
まったく、うちのボスは一つ。あれ見て、コルネオ、あそこだね。ああ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前、ウォールマーケットは初めてか？だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか、エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミ屋のマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でも、うん、わかった。ありがとう。